なんか設備だったりとかが、まあ、整ってたり、まあ、英語のシルクとかがあってここに決めようって、フラーレンっていうものがあるんですけど、それを光に当てることで活性酸素が発生してがん細胞を死滅させるっていう性質を持ってるんですけど、フラーレンが水に溶けにくいので水溶性を高めるために海洋化剤っていうものを今開発してます。楽しいっていうのが一番、先生たちと関わる機会が多くて、まあ、クラスが少ないんでみんな仲いいんですよね、ナノサイエンス学科の子たちは。よろしくお願いします。よろしく。創業大学の一番大きなイベントである学園祭を運営している委員会に入ってます。まあ、いつも2日目の夜にですね、大抽選会っていうのと花火大祭っていうのをしてるんですけど、そちらをどちらも YouTube 配信を、花火は生放送でやって、と大抽選会は事前に収録したものを YouTube にアップするっていう形で今年は行いました。 Twitter の方で創業大学って入れたら当日ですね、花火が綺麗だったどこの大学が上がってるのとか、まあ、今年花火大会自体もなかったりしたので今年初めての花火が見れてよかったっていう、まあ、こうツイートだったりとか、まあ、先生方とか、 なんか友達とかから、まあ、なんか 見れたよっていう言葉が来たので、すごくやってよかったなっていうのはあります。ナノサイエンス学科は施設が充実しているため、科学が好きな人、実験が好きな人には最適な学科です。ぜひ一緒に研究しましょう。